火災放置機は感知機によって火災を感知もしくは火災を発見した人間が発信機を操作することで警報を発したり消防機関に通報する機器の総称である。自動火災放置設備や住宅用火災警報機、消防機関に通報する火災放置設備がこれに含まれる。なお、一般に火災放置機と表記されることがあるが日本の消防放置及び業界団体では 火災放置器と表記している。日本における自動火災放置設備の発信機関地きを用いて火災により発生する熱、煙や炎を感知して火災信号を受信機に送ることによって建物の管理者に火災の発生場所を知らせるとともに蓄音強装置や非常放送設備による音声警報音を明動させて建物の在管者に放置することにより 避難と初期消火活動を促す設備である。詳細は自動火災放置設備の項を参照。発信機やベル等の外観は自動火災放置設備とほとんど同じものが多いが、感知器を有せず、手動のみにてベル、ブザー、サイレン等を推命する設備である。自動火災放置設備が設けられている場合、本設備の設置は免除される。 本設備として定義されている放送設備については必ずしも免除されるものではない。米国にて用いられた M 型同等の発信機外等に発信機を設け、火災の発生を押しボタンで押すことで消防機関へ知らせる装置である。また、建物内に引き込むこともできたようである。全イ仕掛けで発信機固有のパルス信号を発することで受信機を備えた消防機関では、 その位置も把握できた。専用の通信回線の仮設が必要であることや、消防機関は作動したこととその場所しか確地できず、電話の普及やいたずらの多発などで、1974年までに廃止されたが、現在でも放棄場でのみ存在する。また、本機の変形で、ひったくり事件、交通事故などが発生した場合、ボタンを押すだけで警察に、 自動通報を行い周囲の状況をカメラで映像送信する設備スーパー防犯等が近年登場している火災通報装置の古希日本の放棄場は火災放置設備のカテゴリーではないが関連深いので詳述する自動火災放置設備が作動しても消防機関への通報が遅れ3時をきたすことが往々にしてある防災センターや管理室に設置された押しボタンを 操作するか、自動火災放置設備との連動によって、自動的に消防署に火災通報を行う装置である。起動すると、自動的に119番に電話をかけ、装置にあらかじめ録音されたメッセージを送信する。電話回線を使用しているので、消防機関は火災通報装置の設置された防災センター等を呼び出すこともできる。 連動の場合自動火災放置設備が起動すると同時に消防機関へ通知されるから何ら人手を介せず消防機関へ通報が可能である。旅館、ホテル等や病院、診療所、老人福祉施設等には設置義務がある。ただし、非火災法が多発する場合火災でないのに消防隊の出動となることにもつながるから自動火災放置設備の保守には 万全を期す必要がある。また、知らずに連動が立たれることも想定される。本装置の設置をもって、火災の通報の義務がなくなるわけではない。本設備の変形が、金融機関の自動通報装置。強盗事件の際に、ボタン一つで、録音音声により、所在地など110番通報を行う。詳細は、住宅用火災警報器を参照特に住宅で、 就寝時に出火した場合にあっては避難が困難で死者が多いことから義務化されるに至った。欧米にて一般的な住宅用火災警報器。ありがとうございます。